カゲって尻尾が切れても平気なの？みんなこんにちは。ハテナくんだよ。トカゲって捕まえられそうになると尻尾を切って逃げちゃうけど大丈夫なのかな？今日はトカゲさんにお話聞いてみたよ。お願いします。僕の尻尾について知りたいのかい？僕らは猫とかいろんな動物に襲われた時、自分から尻尾を切って逃げるんだ。切れた尻尾がニョロニョロしてたらみんなびっくりするよね。そうして襲った相手が切れた尻尾に気を取られてる隙に逃げちゃうんだ。自分で尻尾を切って逃げちゃうなんてびっくりでしょ？大丈夫かって？うん、大丈夫。実は僕らの尻尾はまた生えてくるんだ。みんなだって怪我をしてもいつの間にか傷口が塞いちゃうでしょ？僕は尻尾が切れても元に戻るんだ。でもトカゲの仲間の全部が自分で尻尾を切ったり、尻尾がまた自然と生えてくるわけじゃないよ。みんないろいろだからね。今日も見てくれてありがとう。君もチャンネル登録して生き物博士になってね。バイバーイ。